まもなく始まる大型連休を前に、クス警察署に特別警戒部隊が発足しました。毎年大型連休の期間中には、観光施設に多くの客が訪れることから、クス警察署では毎年山並部隊を編成しています。今日は13人の隊員が発隊式に臨みました。去年の連休期間中、クス警察署管内では交通事故が21件、窃盗などの事件が3件起きました。山並部隊は来月6日まで観光施設だけでなく、コンビニエンスストアなどにも立ち寄り、車上狙いや特殊詐欺など事件事故の警戒に当たります。